外周しばきたい。オッケー、ナイス。はい、お、強い、ナイス、ちょっと。ロックまだいますね。ガンダム？ガンダムナイスキルからの、はい。あ、強い。で、奥いるわ。いるよな。あ、待って、外周いるわ。これ抜くじゃん。うん、はい。あ、強い。待って、来てくれ。いた。オッケー、ダブルキルと見せかけてのこう。はい。強い。待って、これ強くね？無理に使った。あ、強いってこれ。あ、強いってこれ、ダメだってこれ。上さん、これダメですよ。はいどうも、ザルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW3! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、なんかね、ディスコードで、カピリートさんからね、メッセージが来まして、なんかとある武器がサイレント強化されてて、やばいですよって密告があったので、今回はそちら紹介していきたいと思います。こちら。はい、まさかのですね、こちら、マークスマンにある DM56 のモッドで、ジャックシグナルバーストですね。こちら、まあ、元銃というかコンセプトがですね、まあ、BO2 にあったバースト銃の M8A1こと、ヘッキランド古法のね、XM8 が、コンセプトの銃になってて、正直そこまで強くない、むしろ弱いみたいなね、モッドでしたが、これがですね、今シーズンパッチにもないような強化が来てるみたいで、もともとまあ、ブレが結構でかくて、まあ、それがネックなね、微妙武器でしたが、サイレント強化でほぼほぼ無ブレになったみたいです。一応、海外の方がね、比較動画上げてるんですけど、こんな感じで全く別物の性能になってますね。おそらくこれね、BO6 記念で、バースト武器をね、強くしてるんじゃないかなって。そう、BO4 のね、ソードフィッシュもそうだし、BOCW でもね、やっぱバースト武器最強だったので、これ BO6 がバーストされるから今のうちにバースト外役に慣れておきよってことかなということで、まあそんな感じでね、メッセージ性かっこ笑いの武器なんですが、まずデフォルトのブレ方が、こんな感じですね。あ、全然ブレへんわ。多少この上にパッパパって上がってるけど、その後そのガンキック制御が効いてるんで、ちゃんとこのレティクルの位置まで戻ってくれますね。ほら、だからこれ以上上に上がらないって感じですね。っていう形でめちゃくちゃ強いかなと。で、逆にこれをですね、まあ、平均的なカスタムですね。前まではこのジャック BFB とかつけてね、めちゃくちゃ反動制御上げてましたが、まあ、普通に、例えばここら辺の強い系のやつですね。まあ、平均的な反動制御カスタマイズって形でやってあげた場合だと、おー、ガチ無ブレだね。ほら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 。もうピンポイントショットじゃん、これ。なので、まあ、ワントリガーが全然できるんで、あ、強いな、これ。ね。まあ、遠距離とかなってくると多少あれなんですが、まあ、中距離ぐらい、これぐらいの距離だともう関係なしですよね。いや、これだいぶ強いな。ほら、頭とかもピンポイントショットできるから、定点相手も多分クソ強いよ。まあ、遠距離はちょっと綺麗にいかないな。まあ、そういったところを間違いなくね、めちゃくちゃ強くなってると思いますので、まあ、ソードフィッシュの最大 BO 記念ということで、こちらを使って実況プレイやっていこうかなと思います。カフェリートさん、ありがとうございます。ということで、これからもですね、TOD MW2 だとか、MW3 に関する動画ですね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では参りましょう。さあ、では早速こちらパリでドミネーションやっていきましょう。まあギリシャでもよかったんですけど、最近ちょっとギリシャ率高いんで、あ、たまにはこちらパリですね。まあパリも結構やってるっちゃやってるけど、やっぱリョマップがね、マップ選択によってね、結構、されますので、まあどうせもちょっと偏りは出てしまいますよというところで、早速ドミネーションやっていきましょうか。で、ここパリだったら、いや、たまにちょっとガーディアン使うから、多分ガーディアン結構嫌がらせできるんじゃないかな。で、安定のクラスターマイン、そしてスコアトリックセイドに変えて、カスタム構成こちらですね。はい、今回は、遠距離からね、チクチクってするので、こんな形のね、デスタがない、カスタム構成となってます。一応フィールドアップグレードでね、デスタ使えるんですけど、まあこれ使うときは突撃するときですね。それがしっかりと引いて、ソードフィッシュみたいな形でね、やっていこうかなと思います。ただ、ソードフィッシュと違って、ソードフィッシュはやっぱこの、ペンターバーストっていうモッドがあったんですよ。そう、さらにこう、段数を増やしたバーストができるんで、まあ、ガバエイブでも至近距離ね、ワントリガー持っていけるっていうのがね、あったんですが、これはやっぱね、一発でも外してしまったら終わりなので、まあキャラコンされたら終わりですよと、そういったところをしっかりと至近距離がね、使えるようなカスタム構成で、はい、味方行ってくれ。ナイス。これ、ちょっとギリギリ。ナイスナイスナイス。で、フラグを握って、はい、転がすと見せかけての、ちょっとこっち外周おるな。外周しばきたい。オッケー、ナイス。はい、お、強い、ナイス、ちょっと。ロックまだいますね。ガンダム？ガンダムナイスキル？からの、はい。あ、強い。で、奥いるわ。はい、これ行ったふりして、こう。待って、やばそう。はい、攻めてきてるけども大丈夫そう。ヘルミット来てるけども大丈夫そう。待って、投げ物まだ来る？投げ物まだ来るかな、これ。危ねえ、ナイス。はい、クイックフィックスあるから大丈夫。一回下がるわ。待って、後ろ、おったくね。ちょっと待って、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 お兄さん。後ろ見ていきますが、来てない。これ一回 UAV 出しますわ。一回 UAV 出すことによって、なあ、外周おるよな、これ。ちょっと待って、マジで。来いよ。そこいるよな。お前、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 そこそこそこ、やって。やった？やってねえだと、お前。やってねえだと、お前。おい、バカだれ。でこいか？いや、やってくれたか。ナイスキル、ナイスキル、ナイスキル。は？あぶねえ、これワントリー至近距離もなんとか打開する。ちょっと待って、多すぎるな、これ、敵の裏取りが。ま、けど、ここさ、ここからここの距離さ、ガーディア届くんだったら強くね。あ、やめてー！あの距離さ、届くんだったら強くねえかということで、ちょっと出していきたいところあるんですが、ちょっとデコイが多すぎるち。大丈夫、いける？いるよな。あ、待って、外周いるわ。
これ抜くじゃん、うん、はい、あっ強、待って強すぎる、あ待って、おい、いたのに、いたのに、いたけど、これここガーディアン強いよ、これガーディアンいける、はい、死ぬならもろとも作戦で、そういるから、はい、こうでこういって、はい、クラスターで死んでくれ、ナイスキル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 、ちょ、はい、ナイスクラスターキル、まっ、オッケー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 、で奥いるからこう、弾いるけど、ちょ、弾がない、アモリロード、アモリロード、あいつフレームレート、おおナイス、クラスターまで溜まったけど、あと少しは B、 これどうだろう、ちょっと難しいな、ガーディアン有能、有能か、有能ではなさそう、そこさ置いときたい感はあるよね、来いよ、はい、ザー RPG、 ちょっと逆にガーディアン敵の視界悪いわこれ、ちょっと微妙かもしれんな、待て、 B 見ていく、あ強い、待てそれワンパおかしくね、え、これ威力減衰なし、ありで、それマジですか、これさガーディアンをそこのところに置いときたい感はあるね、だって味方やってくれた、ナイスキルで、そこやってくれたところで、はい、ガーディアンをこっちに出そう、ここで停電させない、まあ、すぐ壊されると思うけど、それだけで後ろは守れる、安牌待っているわ、これやる、で B 後ろー、大丈夫いける、あ B 脇ナイスすぎる、俺死んでもいいわ、死んでもいいからこれ出す、あといるな、いる、ちょっとでもごまかすよ、ちょっとでもごまかす、はい、キャラコン、あと少しで B 取れるよ、待って負けそうなの草生えるんだが、これ別に敵強くねえだろうと思ったけど、これやっぱ10対10だから、ごめん拠点乗れんわ、10対10はね、あ強っ、ローとはいえさすがに強いよ、10対10はね拠点乗れないんすわな、だあやっぱ敵人数が多いんで、さばけきれないっていうのがありますよね。でも B 取ってくれたらでかいよ。B 取ってくれたらでかいよ。ここで、はい、クラスターマインを出して、シナマモノタモ作戦。もうなんか、ごった返しになってるから、ごちゃごちゃなってるから、逆にこれはこれで面白いかもしれん。思いっきり敵をスルーしてるもんね。はい、こういくじゃん。うん、はい、で、こういってからの、はい、こういうことですよね。で、見ていく。カモン。さあ、そっちから来てくれるかな。ここでガーディアン出すのもあるよな。逆にあるよ。この奥見ていこうか。はい、はい、いない。はい、いた、いたけど何してんの君、ここでガン見してるんか、来ないかな、UAV出していきましょう、 UAV オンラインで見ていく、いますねそこ、あ多分足元から来るから、ここ待って見とくかと思ったけど来てない、これデッドサイン使っていきましょう、デッサ使う、このタイミングで裏ドリングと思ったけど、これちょっと A 取るわ、負けそうなんでしっかりと A を取りたい、負けそうなんでしっかりと A を取る、カモン、待って奥まだ湧いてんな、これ待って味方後ろいるよ、味方後ろ、それ頼んだよ、時間遅延頼んで、時間遅延、ナイスでかいでかすぎる、強すぎる、はい、ここでゆっくりとピーク、いない、見ていく、いない、でここでアルファを抑える、ガンダム抑えて、でこの赤点を、はい、いやーもうこの DNA が邪魔すぎる、マジで本当にマジで、あれオフにさせてくれ、俺もう終わってんねイベント、 DNA のやつ、 DNA イベント終わってるからさ、お願いしますよ、はい、クラスターを C に出す、はい、これ絶対 C を取られない案件、はい、ガンダムそこから来るから、はい、強い、いやこれ人数多いからさばききるの大変すぎる、マジでちょっとでもガバイブした時結構地獄すぎる、オッケー、キルして一回逃げるわ、一回逃げといて、クラスター大丈夫、それ味方か、危ね、ナイス、はい、ここで角待ち、見せかけての、はい、ここ、はい、こういるかな、ガーディアンやっぱいらんかったわ、ここマジでガーディアンいらんかった、マジ、はい、UAV オンラインで、これでまたスポットが溜まるかなって感じですが、奥からいるんで、はい、それ見えたよ、見えた、水の人しずく、はい、スナイパー見てたよね君、からのいるわ、そこ、おいよ、来てくれ、いた、オッケー、ダブルキルと見せかけてのこう、はい、待って、これ強くね、待って、クイックフィックスが効いてるから逃げれるけどさ、ちょ弾がない、オッケー、いるよそこ、はい、ちょっと当てとくよ、はい、いやー、なんでそれお前後ろから来た、 MX ガーディアン、マジかよ、いやけど逆転してる、ほら33キロもしてる、これもう来たでしょ、これ覚醒してるから、これ余裕ですね、これはまた B にクラスターマインを投げていく、 OK 素晴らしいよ、で適当にそこら辺デコイ投げてちょっとごまかしながら追ったわ、でデッサ使っていきましょう、デッドサイレンスオンライン、これちょっとアルファ案件ですね、アルファアジールをやっていきたいけど、私はジャケついてるから余裕、ジャケじゃなかった、伏せたから大丈夫、奥いますね、はいはい、これやってからの体力ないんで、おお前に3発当てたやん、サントリーが当てたやんけ、ほい、はい、デスターあるから楽しいですよと、で UAV 出していく、さあパリロ10対10、はい、これしっかりとキルして置きながら、はい、こうやる、リロード、ちょっと待って、忙しい、実況ができない、実況がおぼつかないよ、おぼつかさんよ、ほいよ、はい、これやるじゃん、でこっちから来るよねって思ったけど、来てるわ、はい、リロード、弾がないよ、オッケー、ブロンズ行ったよ、一回下がるわ、と一回逃げて、はい、あ待って、忙しい、ビールここ見れるから、これ見とくわ、おい、マジ、はい、しゃがんで、はい、指オンライン、待って、いるな、はい、ほい、
はい、ここいやらしいね、エッチだね。で、リロード、ガーディアン出すか。はい、ガーディアンをオンラインで降りてきて撃ち合ったとしても私は勝てるよということで、ここで一生しゃぶっていこう。はい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 、ブラボーいるだってなあ。これガーディアンのやつ逆に見えへんって、ほんまにマジで。いやー、もうちょっとガバガバやったら、さっきのちょっと私のね老眼が出てしまったんですけど、ちょっとガバガバだな、これガーディアン。無理に使ったら、あ、強いってこれ、あ、強いってこれ、ダメだってこれ、上さん、これダメですよ。あ、弾がね、はい、ナイス逃げ、このナイス逃げすぎる。はい、こういってと、でクラスターを B のところに置く。絶対 B は捉えたくないから、これよっしゃー。いや、10体以上おもろいな、10体以上おもろいけど、これこの高火力武器がないとやっぱきついわ。はい、こういってこうこう、はい、強い。いやー、さすがきついか。だけど50キリってね、やっぱパリで50キリくる全然強いよな。ね。いや、これ相当フィッシュの再来やわ。これはね、コンバーターに荒ぶってほしいですね。いや、これダメですよ、コンバーターは。コンバーターの話で思い出したけど、なんかね、エイペックスはコンバーターは外部ツールところで規約違反って感じだけど、バロラントはコンバーターをチーター扱いらしいんですね。まあ、なんかね、バロの、まあ、コンソールが出るんですよ。言ったら PS 版のバロが出るんですけど、コンバーターはチータですよっていうね、皮肉動画があって、結構ね、コンバーター煽りをね、バロラントさんがしてくれてるんですよね。で、それが結構ツイッターでバズってたので、よかったらま、見てみてください。はい、デコイ投げる、デコイ投げる。フラグナイスキル。いいね、やっぱ10対10だから適当にやってても、フラグは刺さってくれますね。はい。おい、見えへんで敵それ。はい、10発ある。これ、角馬が40発欲しいな、これ。このモードだったら40発欲しいっすね。はい、UAV 出していきましょう、UAV オンライン。で、ここ大胆に、はい、ここで、ガーディアン置く。はい、これガーディアンここに置くことによって、ここから見れる。はい、これ後ろ一緒これで喋るから。オッケーオッケーオッケー。これで一緒喋るから。こういうことよ。はい、こういうことよな。こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと。はい、こういうこと。で、いない。一旦リロード。はい、いたけども、いたけども、足止まってたけども、いた。はい、こういうことよな。さあ、かかってこーい。オッケーいるね。あー、それ打ち負けるかー。まあ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 、しゃーなし。はい、UAV 出していきましょう、UAV オンライン。いや、皆さん見ました？ 60 キロぐらいしてますよ。これ、マークスマンというか、マークスマンですから。マークスマンというか、マークスマンですから。バーストという名のマークスマンですから。リロードと。え、高キルストリークもうちょっと積んでくればよかったなって感じはしますね。これだったらもうちょっと出したかなっていう。うん、ちょっと。ただまあ10対10だからね、何があるかわからんのやな。敵が、ショットガンとか RPG 兵とかいたら、キルスト止められるんで、といったところで、まあこのカスタム構成やってみましたよ、ということで、はい。60キロいったって言ったけど全然いってへんわ。けど8000スコアいきました。やったね。KD も 4.21。まあこれ強いわ。うん。まあぶっ壊れですね、普通に。誰がどう見てもぶっ壊れ。まあなんだろう。まあ弱点があるとするならば、これ移動速度が遅いとか、エイム時の移動速度が遅いとか、そこぐらいなんですけど、もうそんなの関係ないんで、エイム良かったらね、同体エイムできればもうワンパンなんで、そういったところをこいつと勝ち合った時はやっぱあれだよな。キャラコンして弾焼けしないとね、2バースト持っていかないとあれかなっていう。それでも2バーストでも全然ね、打ち勝てるんで、いや、これはちょっと久々にやべえ武器追加されましたね。けど現状誰も流行ってないんで、まあよかったら皆さんこちらね使ってみてください。まあモッド武器って流行りにくいからね、ショットガンとかああいう驚異的なやつは流行るけど、これはちょっとね流行るかどうか怪しい。いや、けど流行りそうだよな、これ。ワンチャン流行ると信じて、こちらぜひぜひ皆さん使ってみてください。はい、ということでこれからはですね、 COD MW2 だとか MW3 に関する動画ですね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。